こんにちは、ようこです。今日は6月の22日の火曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の住むこのドイツのドルトムント市なんですけれども、現在朝の10時で気温が13度で肌寒いお天気になっています。まあ、ただ私的には大変ね嬉しいんですけれども、というのも先週の1週間本当に暑くて最高34度まで上がっていたんですね。本当に暑くて、まあ、それにもかかわらずこの住宅に、まあ、冷房装置、まあ、クーラーがついていないということで、まあ、その中で、まあ、扇風機と保冷剤だけで過ごしていたので本当にきつかったです。で、私もちょっとね熱中症にかかっていたようで、まあ、頭も痛いし体もだるい、また食欲もない、もうやる気も出ないということで、まあ、1週間もう本当きつかったんですが、まあ、昨日から気温がぐっと下がってなんと20度も下がっていて、今日は13度ということで、まあ、そのおかげでちょっとね体調も復活しています。で、このドイツなんですけれども、もともと寒い国で、まあ、これほど夏気温が上がることがなかったんですけれども、まあ、数年前から気候変動の影響で、まあ、ドイツでも暑い日が、まあ、このね数日続くような、まあ、事態になっています。で、そういうことで、まあ毎年、まあ、この夏になると、まあ、熱中症で病院に搬送される、まあ、患者さんなんかも増えているそうなんですね。で、先週なんですけれども、結構日中から、まあ、救急車が走っていたので、まあ、結構この熱中症など、まあ、暑さによる体調不良で運ばれている人が多いんじゃないかなと思われたんですけれども、まあ、結構ね、ドイツ人の方は、この熱中症になるっていうね、あんまりこの、わからないようで、結構暑い日でもこのベンチに座って朝からこの火を浴びている方多いんですね。で、しかも帽子を かぶらずに、ですからね、まあ、一発で熱中症になるのになと思いながら心配しながら見ているんですけれども、まあいくらね予防していてもね、やはりちょっと熱中症はかかりやすいので、まあ、特に女性とか、まあ、子供とか、まあ、お年寄りは、まあ、この体内に、まあ、水分をね蓄える、まあ、蓄える量が少ないということかかりやすいということですので、本当お気をつけください。で、このドイツなんですけれども、この一般の住宅、まあ、一般の、まあ、建物とか、まあ、そういった、まあ、あとはね病院なんかでもこの冷房装置クーラーがついてないんですね。びっくりしませんか。で、私もちょっとびっくりしたんですけれども、で、病院で実習に、まあ、行っていた時なんかでも、まあ、一般病棟なんですけれども、クーラーがなくて本当に暑くて、まあ、結構患者さんから、まあ、氷ねくださいって本当に言われていたんですね。氷持ってきてくださいみたいな、本当に病棟でもね暑くて、で、私が、まあ、勤めていたカテーテルの、まあ、処置室なんかは、まあ、常にクーラーが効いているので、まあ、そういうことはなかったんですけども、まあ、一般的に、まあ、大きな病院であっても、まあ、病棟はクーラーがついていません。で、まあ、個人病院なんかではもうクーラーを導入しているところも多いんでね、まあ、結構住むことができるんですけれども、まあ、あとは、まあ、商業施設とか、あと、まあ、そうですね、まあ、商店なんかでも取り付けられているところが多いですし、まあ、ホテルなんかも、まあ、今は取り付けられているところも多いんですけれども、でも私が8年前にドイツに6月に来た時には、その泊まっているホテルはホテルがクーラーが、ね、ついていなかったんですね。もう本当に、ね、暑かったです。で、ちなみに夫の勤めるこの会社もクーラーがね冷房装置がついていないので、暑い日は地下にある、まあお部屋に行ってね、まあ、仕事してるということなんですね。まあ、地下だと比較的ちょっとね、まあ、気温がね、まあ、低いということで過ごしやすいということで、まあ、仕事ができるということなんですけれども、で、まあ、それで、まあ、私もじゃあもう今年はこの日本で使われているような室外機付きのクーラーを、まあ、取り付けたいと思ったんですが、この私の住む住宅構造上ちょっと難しいんですね。で、できて、まあ、5年の新しい住宅なんですけれども、エネルギーを、まあ、この省エネルギーハウスということで、まあ、冬はこの床暖房になっていて、自動的にこの暖房が入るようになっているんですね。で、まあ、そういう、まあ、この特殊な構造の住宅なので、まあ、この室外付きのクーラーを勝手に入れるというわけにはいかないというのと、かなり大掛かりな工事になるんですね。
で、それで、まあ、他に方法はないかということで、まあ、この水を使った冷風機みたいなのがあるので、じゃあそれにしようかなと思ったんですけれども、まあ、結構大きいのと、また取り付けられてもあんまりね、ちょっと見た目的に良くないですね。まあ、大きなちょっとノズルというかね、このホースが出ていて、でしかも音がうるさい、また水も出てくるというのと、あと一番気になるのは、このタンクに水を溜めて、この水を送りながらこの送風するんですけども、やはりこのタンクに水を入れているとバクテリアが湧きやすいですよね。で、このドイツも、まあ、常にカラッとしてね、この乾燥しているわけではなくて、今日なんかでも湿度が 77% あるんですね。で、そんな日に、まあ、こういった、まあ、その送風機、水が出るタイプの送風機なんかを使うと、ちょっとね、カビが発生するんじゃないかな思うんですね。まあ、そういったものもあまり体に良くないですね、呼吸器とかにも。ですので、まあ、それを使うのもちょっと却下ということで、でそうなると選択肢が扇風機になるんですけども、もう今いろんなメーカーが扇風機を出していて、まあ、ちょっとどれがいいのかで、ね、ちょっと迷っているんですね。でもし、まあ、視聴者様の中でこの扇風機 おすすめですよというものがあれば、まあ、教えていただくと、まあ、助かりますので、まあ、どうぞよろしくお願いします。まあ、しばらくね、この涼しい日が 2,3 週間は続くようなので、まあ、その間に、まあ、ちょっと新しいいい扇風機を購入したいなと思ってね、今ねちょっと検討してるんですけども、まあ、よろしくお願いします。まあ、そういうことなんですが、で前回の動画でお話しさせていただいたのは、このドイツでの、まあ、子どもに対する新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種の取り決めについてお話しさせていただきました。まあ、これはこのドイツ欧州連合国においては、5月の末からこの12歳以上の子どもへのこのワクチン接種ができるようになっているんですね。で、このワクチンなんですけれども、このビオンテク社とファイザー社が開発した mRNA ワクチン、コミュニティというワクチンなんですが、まあ、承認をされていて、まあ、12歳からの子どもに対してワクチンが使えるようになったんですけれども、まあ、ただし、まあ、この条件があるということで、まあ、健康な子ども、まあ、12歳から17歳へのワクチン接種は推奨しませんとしています。で、まあ、これは、まあ、理由としては、まあ、まだ開発されて1年のワクチンで、まあ、その副反応も、まあ、不安もあるんですけれども、それだけでなく、まあ、その数年後先の、まあ、健康被害のリスクなんかも、まあ、まだ不明の状態ですし、まあ、子どもの場合は新型コロナウイルス感染症にかかっても、まあ、重篤化するケースが少ないということで、ですので、まあ、健康な子どもにあえてワクチン接種を、まあ、強制的に、まあ、積極的に進めるべきではないとしているんですね。では、じゃあどういった子どもを対象にするかということなんですけれども、まあ、重症化する、まあ、リスクのある、まあ、子どもさんということで、まあ、この12歳から17歳の、まあ、基礎疾患を持つ、まあ、子どもたち、または、まあ、ちょっとリスク、まあ、重症化するリスクが高いと思われる子どもたちに対してということになっています。で、例えば、まあ、肥満である、まあ、糖尿病に罹患している、また呼吸器、まあ、心臓、腎臓などに、まあ、この慢性疾患を抱えているような、まあ、子ども12歳から17歳に対しては、まあ、このワクチン接種を推奨しますということになっているんですね。で、こちらもただし、まあ、強制ではなく、まあ、推奨ということで、でまずは、まあ、子どもたちがワクチン接種することも大事なんですけども、子どもたちに関わる人たち、例えば親御さんとかデイケアのスタッフがこのワクチン接種をして、まあ、子どもたちにまあ、新型コロナウイルス感染症に、まあ、感染させないようなようにしてくださいねということも伝えています。まあ、そういうことで、まあ、健康な子ども12歳から17歳に対しては、まあ、積極的に、まあ、推奨はしないということなんですね。で、ただし、まあ、それでもどうしても、まあ、健康な子どもであっても、この、まあ、ワクチン接種させたいというケースであれば、まあ、こういった、まあ、副反応とか数年後先の、まあ、健康被害のリスクを、まあ、承知の上で、まあ、理解した上で、まあ、ワクチン接種をする場合であれば、まあ、この医師等の、まあ、相談のもとワクチン接種はできますよということなんですね。まあ、こちらについてはロベルト候補研究所のワクチンの、まあ常任
常任委員会の方で、まあ、取り決められていますので、まあ、詳細についてはご覧ください。まあ、そういうことなんですね。で、なぜまあこういったお話を前回の動画でお話しさせていただいたということなんですけども、この日本でもこの新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種対象年齢が引き下げになるということで、12歳まで引き下げられるということだったんですね。で、しかも、まあ、あの中学校、高校で集団のワクチン接種をするというこの情報を私も目にして、いや、これはこれはと思って、ちょっと心配になって、で、慌てて、まあ、この動画をね、上げさせていただきました。まあ、あの、この欧州、まあ、この、まあ、このドイツも含めてなんですけども、日本に比べてワクチン接種が進んでいますし、まあ、子どもに対する取り決めも、まあ、すでにされているので、まあ、そういった情報を皆様に、まあ、あのお知らせすることで、まあ、今現在、まあ、親御さんとか周りの大人で、まあ、子どもに対してのワクチン接種について、まあ、させるべきかするべきか、まあ、しないべきか、まあ、悩んでいる方いらっしゃると思うんですね。まあ、そういう方々の、まあ、判断材料になればいいかなという思いで、まあ、あのお話しさせていただきました。で、それで、まあ昨日の段階なんですけども、日本政府が、まあ公開してるんですけども、まあ、指針を発表していて、まあこの12歳から、まあ、15歳への、まあ、子どもたちのワクチン接種、学校での集団の、まあ、接種については、まあ、強制ではなく、まあ、推奨はせずということなんですね。まあ、進めないということなんですね。で、ただ、まあ、この自治体とか学校によって取り決めがされるようなので、まあ、これからね、まあ、集団、接種するところも出てくる可能性はあるんですけれども、まあ、日本政府としては、まあ、学校でのこのワクチン接種、まあ、集団接種は、まあ、推奨しないとしています。まあ、理由としては、やはりこのワクチンを受ける、まあ、受けない、まあ、子供たちがいる中で、やはり受けないとなると、まあ、いじめの対象になったりとか、また受けざるを得ないような環境を作り出してしまう、まあ、この同調圧力を、まあ、生む可能性があると、まあ、するということと、あと、まあ、例えば、まあ、接種後に副反応が出たとしても、まあ、学校に常に、まあ、医療従事者、まあ、医師とか看護師がいるわけではないので、まあ、対応できないということで、まあ、学校でのこの集団のワクチン接種は、まあ、進めない、まあ、推奨しないとしているんですね。まあ、そりゃそうですよね。やはり、まあ、子供なんかは、例えば、まあ、副反応が出たとしても、まあ、うまく、まあ、大人のように伝えられなかったり、感じられなかったりするケースがあって、まあ、副反応とか、まあ、アナフィラキシーショックとか、例えば他の反応が出ていても、まあ、訴えられずに、まあ、伝えられずに、まあ、重症化する可能性なんかもあるので、まあ、私、個人的に思うのは、やはり、まあ、医療機関で、ちゃんと、まあ、医師の診断のもと、このワクチン接種を個別でね、された方がいいかなと思われるんですね。やはりちょっと安全ですよね、後々のことを考えて。まあ、数時間後出る副反応もあれば、1日、まあ、数日後に出る副反応なんかもありますので、でしかもやはりね、常に、まあ、保護者のもとに、まあ、そういう期間を置いておかないといつちょっと急変するかわからないのでね、やはり学校となると、そこまでちょっと監視できないですよね。まあ、先生方もね、まあ、たくさんの子どもたちを見ていらっしゃいますのでね、まあ、そういうことからもね、まあ、もし受けられるとしたら個別接種で、まあ、受けられた方がいいんじゃないかなと私も思っています。で、今回お話しさせていただく内容なんですけれども、ドイツの新型コロナウイルス感染症の状況についてお話しさせていただきたいと思います。で、私自身が現在このドイツで生活しておりますので、まあ、自身が経験したこと、まあ、周りで起こっていることなどを、まあ、事実を、まあ、皆様にお伝えすることで、まあ、リアルな情報をお届けし、まあ、皆様のお役に立てていただければいいなという思いでいます。で、現在のこのドイツの新型コロナウイルス感染症の状況なんですけれども、感染者数は減っています。で、今日の段階での人口10万人あたりの直近7日間のこの感染指数なんですけれども、この7日間指数なんですが、国内平均で 8.0 となっています。で、私の住むこのドルトムント市は 16.0 ということなんですね。で、そういうことでもう数週間前から、このドイツで、まあ、行われている、実施されている、このロックダウン、
の、まあ、規制が緩和されていって、で、このドルトムント市なんですけれども、もう飲食店や商店、美容院を利用する際には、もうこのコロナの陰性証明書の提示も必要がないんですね。で、これまでは、まあ、このワクチンを接種していない場合は、コロナの陰性証明書の提示が必要だったんですけれども、まあ、そういったものもいらない状況になって、まあ、以前と同様に利用できるようになっています。で、ただし、まあ、宿泊施設は、やはりコロナの陰性証明書が必要であるということなんですね。で、これも、まあ、全ての宿泊施設かどうかちょっとわからないんですけれども、まあ、私の、姑と姑が、まあ、いるんですが、姑が、82歳で、姑が96歳なんですね。で、先週末から、まあ、ある、まあ、市に休暇に、行っています。で、4週間の休暇を取るということで、まあ、ある、まあ、施設というかホテルに滞在しているんですね。で、そこは、まあ、ケアも受けれるということで、まあ、高齢の、まあ、96歳の姑との、まあ、介護もちょっとしてもらえるということで、まあ、そのいつも介護している、まあ、介護者の、まあ、姑が、まあ、やはりちょっと休息が取れるということで、まあ、そちらに滞在4週間する予定で行っているんですけれども、で2人とも、このコミュニティというビオンテック社とファイザー社の開発したmRNA ワクチンを2回接種しています。まあ、それにもかかわらず、まあ、そこの、まあ、ホテル、まあ、施設を利用する際にあたっては、毎日の検温と、あと毎日のコロナ検査の、まあ、陰性証明書の提示が必要ということで、まあ、毎日、まあ、実施しないといけないということなんですね。ですから、まあ、ワクチンを打っていたとしても、こういった義務付けが現在されています。まあ、やはり現在ちょっと問題になっているのが、インド株、このデルタの問題がありますよね。このので英国、まあ、イギリスでも、まあ、このインド株の、まあ、この、まあ、感染が現在拡大しているということで、まあ、こういったね、まあ、この特に、まあ、高齢者とか、まあ、そういう人々が、まあ、集まる施設なんかでは、一度、まあ、感染してしまうと、皆さんこの抵抗力が弱いですので、まあ、ワクチンを打ったとしてもやはり拡大する可能性がありますのでね、まあ、そういうことで厳しくなっています。ですのでね、この一般のこの宿泊施設でも、例えばコロナワクチンを受けていても、このコロナの検査の陰性証明書の提示が必要なのかちょっとわからないんですが、まあ、そういったね、ケア付きの、まあ、施設、まあ、ホテルにあたっては必要でなっているということなんですね。まあ、そういうことなんですけども、で、このワクチンのこのドイツの接種状況なんですけれども、昨日の時点でなんですけれども、1回目にワクチンを接種している方々が、この人口で 50.8% となっています。で、2回目が 31.1% ということで、まあ、かなり多くの方々がワクチン接種されています。ですので、まあ、私のような、まあ、50代の年齢でも、まあ、すでにワクチン接種をもう2回目接種されている方もいらっしゃいますし、で、まあ、そういったね、この年齢の方々は、まあ、結構ね、もうワクチン打ったよみたいな感じで、このインスタグラムとかフェイスブックで、まあ、こういってね、この見せている方多いんですけれどもね、まあ、それで、まあたくさんの、ね、方々がこのドイツなんかでも比較的ね、この積極的にワクチン接種されています。で、私と夫なんですけども、もう以前から申しているんですけども、ワクチン接種を、まあ、する予定はない、まあ、する気がないんですね。やはりちょっと副反応の問題とか、あと、まあ、後々の、まあ、健康被害のこともあったりするのと、まあ、現在この感染者数が、ドイツでは減っているので、まあ、あえて、まあ、このワクチンを打たなくてもいいのではないかということで、現在は、まあ、打たないということで、まあ、過ごしています。で、まあ、そんな中、まあ、この生活上ね、支障があるのかどうかっていうことなんですけども、例えばこのワクチンを接種していないことで何か支障がありますかということなんですが、特にありません。で、まあ、私は、まあ、個人で今現在ね、仕事をしているので、まあ、問題ないんですけども、会社勤めしている夫も特にこのワクチンを接種していないからといってね、なんか、まあ、例えば、
ワクチンハラスメントとかって今現在この日本でもあるようなんですけども、そういうねあのハラスメントに合っているっていうことはないんですね。でしかも夫の勤める、ま、企業はあの企業でのワクチン接種も実施していて、でこちらもねこのコミアナティというあのファイザー社とビオンテック社が開発したワクチンを接種することができるんですけれども、ま、それも、ま、個人の判断でということで夫は打っていません。まあ、そういうことになっています。で、まあ、あの特にね支障なく過ごせているんですけれども、でも、まあ、これだけあの感染者数が減っていたとしても、まだやはりあの新型コロナウイルス感染症が現存していて、このデルタとか、あとはまた今後、まあ、新しい変異株が出てくる可能性があるので、まだまだ感染の規制は必要ということで、まあ、日常生活上マスクの着用義務、またこの手洗いなんかは実施されているんですね。ですから商店とか、まあ、公共の交通機関を利用する際、またねこの人が多いところの、まあ、通り沿いにおいてマスクの着用が必要なんですけれども、まあ、今週、まあ、6月の21日からこのマスクの規制も若干ちょっと緩んで、まあ、これまでは公共の交通機関バスとか電車を利用する際には高機能マスクといわれる、まあ、FP2 マスク、もしくは KN95 マスクという、まあ、高機能マスクのみの利用が許可されていたんですけれども、まあ、あの昨日からはこのサージカルマスクでも、まあ、このオペマスクでも大丈夫ということで、まあ、私もそれを利用してバスを、ね、利用しましたがね、利用できました、まあ、そういうことなんですけども、まあ、しばらくはねやはりちょっとマスクとか、まあそういった、ね、感染予防対策は続くのではないかなと思われます。で、まあ、現在その世界的にあの変異株このデルタインド株が問題になっていて、でイギリスでもちょっと感染が拡大しているということなんですね。でかなり、まあ、感染力が強いというのと、まあ、これまでのこの新型コロナワクチンが、まあ、どれぐらい効果があるのかちょっとまだ分からない状況なので、まあ、ひょっとして、まあ、効果がないかもしれないということで、まあ、このドイツも、まあ、注意しているということで、このイギリス現在このデルタこのインド株が増えていることで、まあ、5月の末から入国の規制をしているんですね。ですから、まあ、このイギリスからこのドイツに、まあ、入国したい場合は、まあ、全ての人ができるわけではなくて、まあ、ドイツ国籍がある人、もしくはドイツに、まあ、居住先、まあ、住所を持っている人のみということ で、もしくは、まあ、未成年の場合は入国できるということなんですけれども、例えば、まあ、私の娘が今現在このイギリスのロンドンの、まあ、大学に通っていて、まあ、この、まあ、夏休みに、まあ、このドイツに、まあ、来たいという、ね、まあ、予定でいるんですけれども、現在のところちょっと入国できないんですね。というのも娘が22歳であるということもあって、でこの入国管理局、このデュッセルドルフにあるね、空港の、まあ、管理局に連絡して聞いてみたら、まあ、未成年だったら入れるけれども、まあ、親子なので、まあ、娘は私の子供になるので、まあ、入れるんですけれども、まあ、22歳ということで、まあ、成人に達しているということなので、入国できないということなんですね。ですのでね、まあ、このヨーロッパ間であってもなかなか今現在、まあ、簡単に入国はねできないということで、で入国できたとしてもその際には、まあ、あの娘の場合はもうすでにこのワクチン接種、まあ、コミアナティビオンテック社とファイザー社のワクチンを2回接種しているんですけれども、その際にも PCR 検査の、まあ、義務付けはされているんですね。ですので、まあ、必要であるということで、でこのドイツは7月1日からこのワクチンのデジタル証明書が発行される予定なんですけれども、イギリスではその発行は予定されていないんですね。このワクチンパスポートの導入は、まあ、しないということになっているので、まあ、そのあたりもどういう取り決めになるのかね、ちょっと気になるところなんですけれども、まあ、日本でも、まあ、これから、まあ、このワクチンパスポートの導入がねされるようなんですけれども、まあ、それがどれぐらい利用できるかということですよね。まあ、現在使われている、まあ、接種されているワクチンが、まあ、どれだけ効果があるのか、またそのデルタとかインド株とかの新しい、まあ、この、まあ、変異株に対してはどういった、まあ、その、まあね、対応できるのか、どこまでこの、ね、ワクチンパスポートが利用できるのかね、大変どうなんでしょうね、利用できるかがね、まあ、まだちょっとわからない状況ですよね。でというのも、まあ、先日も日本に、まあ、入国、まあ、した、まあ、東アフリカからの
この、まあ、あの選手1団体いらっしゃいますよね。東アフリカのウガンダの、まあ、選手団が、まあ、9人のうち1人が、まあ、この新型コロナウイルス の、まあ、あのワクチンを接種していたにもかかわらず、まあ、PCR 検査でこの陽性反応が出たということで入国できないことになっていますよね。まあ、要するに、まあ、このワクチンを打っていたけれども感染していたということなので、ですからこのワクチンをしていたからといって、まあ、感染していないわけではないので、やはりこのワクチンパスポートをまあ導入したとしても、まあ、共にまあ PCR 検査などを、まあ、何らかの、ね、検査は必要になるのではないかなと思われるんですけどもね。まあ、その選手団の一人が感染していたということなんですが、まあ、どのタイプの、ね、このウイルスに感染していたのかもどうなんでしょうかね。この例えばデルタとか、まあ、インド株となるとね、かなり大きな問題になりますよね。まあ、そういうことになっています。まあ、これからね、このまあご自身がワクチン接種をされる、または子どもさんにワクチン接種をまあするかしないか、まあ、ちょっと迷っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけどもね、まあ、十分にまあリスクも効果もまあ理解した上でね、ワクチン接種されることをお勧めします。まあ、そういうことですけれども、また新しい情報が入り次第皆様にお伝えしたいと思います。まあ、引き続きどうぞ感染予防にお努めください。今日もご視聴ありがとうございました。